じゃあ行きまーす。5秒前、4、3、2。さあ、じゃあ、みこさん。ちょっとすいません。これね、ちょっとなんかこう、今トラブルがあった中で気づいたんですけど、はい。これ右上になんかボタン2つあるじゃないですか。ありますね。これね、広告が上に行ったり下に行ったりする。おー、さらに、パッと出てくる。おー、パッとやるべ。パッと、ちょっと一回これ練習してください、これで。これ、どっちがどっちなんだ、これ。ごめんなさい。タイムアップになりました。タイムアップね。どっちがどっちなんだ。何がどっちだって、右も動くやつで、左も動くやつ。右と左がわかんない。わかる。右が、宝箱開ける時の頑張るやつかな。あ、違うかな。違うかな。右触って、右噛んでない。右はやっぱ宝箱開けたりするときだよ。うん、っぽいですね。顔を動かすから、その時に、ほら、今、今 M チャンス。あ、ほらほら。これ今、もういいよ。え、すごい。アイク。そういうこと。完璧、完璧。完璧。おー、すげえ。いいですね。さすが盗むの絵。ちょっと久しぶりにそのネタ出ましたね。いや、ちょっと、こんな感じ。これ完璧、今完璧。完璧ですね。パッやるとやりやすいですね。そっか、どっち向いてるとか。そうそうそう、あれが多分定期的に変わるから、うん、その時に行った方がいいや。昔一度だけ利用したことがある、はいはい、真夜中にこっそりと家を飛び出し、静かな夜道を歩くのはとても心地が良かったものだ。村の外には危険なものが徘徊しているから、絶対に出てはいけない。魔物は人であれば命を狙って襲ってくるんだ。誰からでも愛されるあんたのような人だって奴らに出くわしたらおしまいだよ。いや、そんな母ちゃんからの忠告を俺は村を飛び出してから思い出してしまったのだ。母ちゃん、そんな言い方だった。そうして出会ってしまった、誰もが恐れる魔物とやらに。なわけねえな。そう、そしたらみこさん、やってください。確かに追いかけられたわ。むっちゃおもてなしされてな。なんだろう、心が。な、心が抜け落ちている。はい、これ1でいいですか。はい。うん、わ、すげー、魔物。わー、魔物いますね。どういうふう、どういう状況。なんてこ、なんてこった。こんな森の奥まで迷い込んでしまったぞ。おい、読む必要ないだろこれ。結構長い。長いな、長いなこれ。長いですね。無理だよ、覚えられないもん。え、2つある。下から箱。宝箱は2つ。下からか。宝箱拾わんで。今拾わんでって言ったでしょ、うん、この宝箱の効果、宝箱を集めた数で、うん、ラスボスの強さが変化するそうです。拾いましょう。あ、なんでそっち横まで行ったの。あ、いいよいいよ。あ、だいここも、あ、ぐるぐる回って、ぐるぐる回って、あ、巻いて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 。足は若干速いですね、主人公。もう巻いた巻いた。あ、すごい。あ、何今。まあ、これが。あ、俺たちは男女関係なくてことかすね。あ、読めないね、読めないね。しんちゃん、しんちゃん。おもてなしだ、おもてなし。頑張れ、あと23秒。あ、下から行けないの、下から。お、いいよ、いいよ、いいよ。右、右、その、あ、上。あ、いい、あ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 、いいよ、いいよ。おー、おー。いいじゃん。にゃー。フォーク、ふざけんなよ。いやでも見せてる、うまいな。みゆこさんやっぱうまいな。うまいね。ちょっとチキンだよ。口悪くなっちゃう、こういうの気持ち悪い。みゆこ、フォークのモノマネうまいな。失礼だな、本当によ。びっくりだぜ、そんなこと言われたの初めてだぜ。でもこれね、パッとね、長押ししちゃうから、こう、そうね、これ一回やり直したいな。うん、これ1個取ったことになってんのかな。1個取ったことない、右上のアップですよね、多分。うん、なってないんじゃないですか。すげえ、タイムアップとスタートが同時に出るんだから。もういいじゃん、リセットさせてよ、うん、左上でリセットできないの。あ、できるか。ちょっと待ってくださいね。え、もうしてんじゃないのこれ。これは今、あ、いい、大丈夫、いける。あ、すごい。あ、あ、
っちがそっちじゃなか。いや、宝箱取れてないと思う。うん、これもう一回やり直しじゃないかな。あでも、とりあえず。とりあえずね。クレシャか。いや、行きますか。ゆっくり。おお戻る。さすが。嘘。あーあーメスの多くなっちゃうかしら。だしんちゃんだ。惜しい。でも あ、全然いけんじゃんこれ。いけそうですよね、うん、まあすげえなんか小鳥落ちみたいな話してる。かくった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 かくってるんですね。ちょっと今ので結構タイム先クリアしとけばな。でも相手も欲しいでしょう。なんで早い早い。あ行くのね、突破すんのね、そこで頑張って。えぇ、ー、うわすげぇ強い。あちょっと押してよ私。あぶねぇ、あぶねぇ。ぐんずくして。あでもこれで最後までいけんだよ。戻れば、うん、うん。一番最初で気をつければ大丈夫だよ。うん、よし頑張ります。一番最初のところは慎重に行こうぜ。はい、ビュンっていけば、ビュンっていけば大丈夫。6行け、噛みついている。行け、4、行け、行け、3、2、1、すごい、すげえな、すげえな、すごい、逃げ足ね、ちょっとね、危ないな、危ねえ、いいんじゃん、すごい、すごいですね、ちょっといいですね、毎回この手のゲームなんか奇跡を起こしますね。よしよし、なんか真っ白になったぞ。ん、あローディングね。ええ、あれコンティニュー。嘘でしょ、コンティニューじゃん。ええ、なんか押した。押してない。あや、えセーブしてなかった。もう本当ですよ。マジか。多分ね、アプリが不完全だよこれ、多分。編集長、今日も面白いアプリでしたね。そうね、面白かったですね。愛されるよりも。もうちょっとね、もうちょっと操作性がね、良ければね。そうですね、いやでも本当ギリギリすごかったんだけどな。すごかった。あれすごかったよ、うん、あれ、これはね、いい演出でしたね。いい感動しました。感動、良かった良かった。いや、完璧でした。良かったです、うん、でも本当楽しかったこれ、うん、面白い、またやりたいね。ね、もうちょっとなんかそ う, そうです、ね、どういうステージが待ってるのかちょっと気になる。気になりますよね、うん、さっきストーリーみたい話もね、うん、そうそうそう、意外と話、ね、しっかりしてるから、うん、びっくりしましたよ。はい、 RPG で作ったり、うん、RPG スクールで作成されている、うん、ね、ニートだったこの人がね、どう成長していくかね。そうそう、変わっていくのか。でも王冠はしてましたからね。王様なんなんだろうね。よく何なんですかね、あれでしたけど。でもラスボスがいるわけでしょ。ラスボスいますね、はい、うん、攻撃もしないのにね。何なんでしょうね、うん、足速いとか相手、自分相手が、うん、相手が、うん、あ、なるほどね。というわけで、はい、皆さんラスボス求めてやってみてください。はい、Android、iOS 無料ですね。無料、うん、はい、いいですね。愛されるより逃れたい、はい、愛されるより愛したい、どっちですか。愛したい、愛したい、私は愛されるより愛したい、うん、不幸になるタイプだよ。そうです、もう私も愛されたい。愛されたい、ピンコは愛されたい。毎日可愛いね、好きだよって言われたい。本当そういう人生に、ね、うん、そうですか、うん、そう、じゃあ皆さん、なんなんだよ、大して興味ねえじゃん。もう本当失礼なの。はい、はい、じゃあ明日も15時皆さん会いましょう。さよなら、バイバイ。早く更新しても怒らないでね。怒るよそれ。